一生性格合わないかもしれない。何が？時間をすごく決めている。違うの違うの、これ通りに動くんじゃないの、これを決めるのが楽しいの。そもそもね、休みの日にそこまで動くのが信じられん。悲しみ。明日はでも15日は15時からだよ。ゲテモノって言うとあれかもしれんけど、栃木の郷土料理下つかれ、なんかあれみたいな、なんだろう、全員写メとかは載せん方がいいかもね。いや、ファンの人が載せちゃうのはいいんだけど、知らない知らない、自撮りとか自分から供給することはないよ。供給することは少ない。リプ予約はできますよ、29日。味噌汁です、ただの。ここだけメールには載せるかもしれない。ここだけだからね。あゆちゃんが今ここだけメールになりました。うん、チケットではないです。15日は池袋ニコニコ本社、16が横浜です。そうなの、タジフに送られてくる写真、写メさ、 LINE で送ってくれるのに全部モザイクかけられるんだって。ん、ファンの人同士で共有するときにさ、うん、モザイクかけて送られるんだ。 OK。 いつまで、何時までなんだろう。新木場までの時間を考えるとあれだけど、だいたい15時から15時半まであれでしょ、ライブでしょ。うん、あれ15日はあれじゃなかったっけ。うん、うん、私たち16がメリッサさんとこ。あ、そうだ、まだちょっと誰だよって言ってる、みけんたんだ、テキシだ。ぬんちゃんの画像が守られてるよ、下の画像。うん、モザイクで。何時まで特典会なんだろうね、わかんない。でも言うて池袋から新木場って蘇願名バリとかって感じなのかしら。そんな遠くはないからね。うん、4分とか、そんもっとあるか。4分。4分になっちゃった。池袋から新木場は30分ちょっとぐらい。うん、え、乗り換えの人、違うよ、新宿から池袋回そうとしてくれてんだ、きっと。あ、そっちから。うん、モザイク画像、そうそれ有楽町線でそう。だから新木場もそんな遠くないんで、池袋。うん、いけるいける。ストリームホール、大変ご無沙汰しております、けいれい、こんばんは。明日これ行きたい、嬉しいです。久々や。明日は平日だよね。まあ、味噌汁飲んでる。これを飲んで寝ればきっと全員とチキ&シャメで時間取りすぎなけん。それは私も思ってたね、リリーベの時、全員シャメと全員チェキで時間めっちゃ取られちゃう。うん、それはそうね。先に個人回しちゃえばいいのに。何なんだろう、どうしたらいいんだろうね。そう、どういうレギュレーションだと一番うまく回るのか、自分でもあんまりうまくつかめてない。全部同時進行でやってたらいいんじゃん。うんうんうん、かわいい、ちょっと違った。今思い出した、やっちまった。なんだ、
これやっぱなしにしようかな。そう、結構慌ただしいの、いつもなかなか来れずに申し訳ございません。いやでも6月からちょっと15日からは改善できるようにしていきますね。ねえ、ちゃんと書けば字綺麗、ほら気のせい？うん、りんちゃんの字って感じ。そもそもそんなにあれじゃん、汚くないじゃん、ナルシス。自分の字汚いと思ってた。聞けれないようで、あ、なるほど。今全員系は先に済ませた方がいい。あ、そうなんだよね。ほとんどリリーベの開始がほぼ同時。あ、なるほどね。新宿物販とリリーベの開始が一緒なんだって。あ、そういうことか。だから別れたんだろうね。うん。え？でも来てほしいよ。めいちゃん字綺麗。でもそんなことないよ。めいちゃん字綺麗。習ってもなかったし別に。笹は綺麗だよ。あのブログ、あのブログ公式サイトのブログの裏の背景になってる写真の文字は笹が書いてる。字めいは別に綺麗ではないよね。めいちゃんの字、うん、めいちゃんの字綺麗だと思う。でも別に習字とか習ってないでしょ。ああ、まあ習ってるって感じはあれだけどない。確かになんかさ、わかるじゃん、うんうん、あのお手本みたいな綺麗なやつと普通になんかもう元から綺麗なんだなみたいな人。あー、ノート取るなとかは好きだったけどね。本名 T シャツ着ちゃった。あ、めいちゃんチェキの落書きめっちゃ綺麗でびっくりする。うっそー、今後もじゃあ綺麗に描けるように頑張ります。タナシュン15のリリーベ行くよって。なに？タナシュン 15? うん、やったー、来てくれるって。楽しみにしとって、つーちゃんにお願いしとこ。可愛い服でよろしく。丁寧というか綺麗。あー、どうなんだろう。そうしたら、あー、やばい、24時から私は用事があるので、綺麗に描いてもらえるチェキを取ります。頑張ります。字は、うん、お手紙とか書くときはなるべく綺麗に書こうと思ってるけど、そう、殴り書きっぽく書いてます。いつもじゃ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 って書くから汚いな自分字って思いながら書いてるけど、でもみんな綺麗って言ってくれるならそうなのかなって。どうした？どうやって横断作るんですか？パシッと抜けるな。何を作る？親子丼。え、何があるのまず？今玉ねぎとか。うん。あ、玉ねぎとか使うの？何を使うの？卵。卵だけ？鶏肉は？あ、大丈夫。大丈夫。卵丼ってことか。完全に。でもさ、玉ねぎとかないとあんまり美味しくないよ。大丈夫です。普通に。普通に美味しくない。カレー丼。だって卵一番最後に入れるし。だし、ネギ入れたら、あ、はい、水、だし、鶏肉、玉ねぎ。すごい、本物の料理人がコメントしてくれてるよ、あいちゃん。え、本物の料理人のケモタンが親子丼の作り方をコメントしてくれてる。水、だし、鶏肉、玉ねぎ。でも鶏肉と玉ねぎないって。鶏肉と玉ねぎないって。水、酒、みりんでうまくできるって。水、酒、みりん。酒ないから。卵焼きを卵で閉じて卵丼です。タジ？確かに。タジ。
15はいけんかもしれんけど16ならいけそう。お16は何するんだろう、わかんないけどまだまとめれてない。料理酒ないの？料理酒なかったっけ？嘘。あーちゃん豆腐とか入れたら、豆腐とかネギとかそこら辺なら代用できそう。そばつゆで代用。あそうそうそう、つゆがあったらできるんだけど。めんつゆとかねあれば。ないから醤油とみりんでなんとかするわ。だしあるし。いけるいける。水めんつゆを溶かして。めんつゆねんだ。卵だから水と醤油とみりんで、を沸かして卵で閉じるって。そう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 。先に液体を温めちゃってその後に卵入れる。あいちゃん。なに？なに？今入れちゃダメなんだ。あいちゃんネギ入れるなら今やで。豆腐もんですか？うん今今今。豆腐は後でできる。だしじゃなくてタジ。タジを入れます。まあ、出汁入れたら美味しいと思う。愛ちゃんは今から親子丼みたいなのを作るみたいです。愛ちゃん、お米は？お米あれ、あれ。チン？うん。早炊きしてもそれなりにかかるよ。全部取れ、ザブトン。あゆみ、その卵とじ丼食べさせてって。みーちゃんかわいすぎ、ありがとう。和食の達人に落ち、3人分作らないよ。私はもうお腹いっぱいですもん。あゆちゃんのご飯です。今から作りに行く。うわ作ってほしい。空心菜地べたに座ってんの。おいしくできるかなってですね。玉ねぎも鶏肉もうちにはありません。そんな感じですかね。今から用事があるのでそろそろおいとましたいと思うんですが、元気かみんな。私はシュッって感じ。めいちゃん食べんあそう、ジョンちゃんやってますよ料理。めいちゃんのソロチキを連れに渡したら喜んでた。あ、めいちゃんあったらね、すごい何でも使える煮物でもできる。綺麗で可愛すぎて髪ができない。見てください。でも今日すっぴんだからやっぱ見ないで。おつめいちゃんでした。このあと竹島愛理ちゃんの配信があるので、皆さんぜひイベント参加中なので応援よろしくお願いします。大石さんの名前あげて50コメントしてください。バイバーイ。おやすみたんバイバイ。大石さん投げに行ってね。おやすみ。あと充電 2% ぐらいだから頑張ります。バイバーイ。愛ちゃんどうなんだろう、どうだろう。いろいろと特典も考えているのでリリースイベント聞いてください。味薄くなっちゃうからさ、結構しっかり切って。水を。じゃあ特典券何十枚かで、すっぴんでライブでやば、絶対無理だ。バイバイ。おつじゃ。